ハレリアン、こんばんは。アメン。ハレリア、こんばんは。皆さんお元気でしょうか。今晩も来てくださって本当にありがとうございます。カズキさん、ハレリア。ジェイさん、ハレリア。コタロさん、ハレリア。アメン。BSP の方々もありがとうございます。一緒にですね、一緒に伝道しています。信仰で集まります。イエス・キリストの皆によって私たちは集まっています。私たちは素晴らしい方、イエス・キリスト、救い主、この世界の、創造主であられ、すべての人のために、救うために十字架で死なれたお方、また3日目によみがえられた方、またこれから私たちを、本当に救いに、再臨されるお方、イエス・キリストにあって、イエス・キリストの名によって私たちは集まっています。皆さん、小太郎さん、ありがとうございます。アメン。皆さんですね、このネットでですね、ネットで毎晩集まっています。毎晩集まっています。これは信仰によって、信仰による行いです。皆さんも、イエス様を信じた方々は、信仰によって集まっているのです。私も信仰によって放送しているのです。私たちは、遊びではありません、ね、時間つぶしではありません。信仰によって、このように集まって、イエス様のために放送し、イエス様のために集まり、そして、日本の救いのために集まり、そして、その、リバイバルのために集まっています。今皆さんが、こうやって集まってることには素晴らしい意味があるんです。素晴らしい目的があるんです。私たちは目的のない生き方ではなくて、目的のある生き方をしているんです。ぜひ皆さん、私たちはさらに目標を持って歩もうではないでしょうか。もしもし。ハレルヤ、アメン。ハレルヤ、アメン。こんばんは、はい、何か質問ありませんか。はい、いや、キリストによって僕は人生救助されまして、僕は前信仰なんてものはなかったんです。はいはいはい。で、なんだろう、メル・ギブソンの映画を見て、そのキリスト好きになったんですよ。あ、そうなんですか。メル・ギブソンのパッションを見て、そうですね、クリスチャンになったんですか。はい。素晴らしいですね。もうあれはでも5、6年ぐらい前ですか。そう、あ、でも DVD で最近。あ、DVD で。あ、まあ、今度Qちゃん牧師に会いに行きたいと思います。はい、町田の近く。あ、町田の近くなんですか。はい、じゃあぜひぜひ来てくださいね。アメン。アメン。ぜひ待ってますので来てください。はい、はい、アメン。クリスチャンになって何か変わりましたか。クリスチャンになって、あ、消えちゃった。そうですか、素晴らしいですね。来てくださると嬉しいですね。アメン。パッションという映画がありましてね、少しちょっと映像は残酷っぽいんですけども、イエス様が十字架にかかる、映画なんですが、レンタルビデオ屋さんで見れると思いますので、パッションといえば分かると思いますが、イエス様が十字架にかかる映画があります。私4回見ましたけど、4回とももう涙ポロポロで、もう泣いてばっかりいましたね。私たちのためにイエス・キリストが苦しんで十字架にかかったというのは、クリスチャンにとってはですね、非常にこう痛いと言いましょうか、涙が、出てきますね。はい。はい、私たちはですね、そういうわけで毎晩集まっています。目的があるんです。そして、BGM ですか。残酷さに気絶した。Jさんはパッション、気絶したということ。この BGM 聞きたい方は、このホームページの賛美というところ、
このホームページの賛美というところを見てくだされば、これはダウンロードしても大丈夫です。許可得てますので、皆さんこの曲ダウンロードして聴いて結構ですよ。はい、メラニーさんこんばんは。これはミカさんという方が作詞作曲、そして歌っています。はい、そういうわけで皆さんは、ミカさん個人的に知っている、そうですか。私たちはですね、大きな大きな目的を、持っています。私たちはここで集まって一緒に学び、一緒に、祈って、私たちは、素晴らしい目的があります。日本を救うという目的であり、世界を救うという目的です。私たちは自分が救われただけではない、一人一人が救われただけではない、大きなもっと大きな目的がある。日本を救い世界を救うという、大きな、もう大きな大きな目的があるんです。そして、皆さん、それは私たちは神様の、目標です。神様の目標は日本を救うことであり、世界を救うことです。ぜひ皆さん一緒にこの大きな目的のために、続けていこうではないでしょうか。ぜひ皆さん、私たちは祝福されているものです。選ばれたものです。期待されているものです。私たちは神様に選ばれたんです。そして召し出されたというのは、要するにこの世にたくさん人間がいまして、でこの世の、この世から一人一人選ばれて、名指しで選ばれて、そして神の国に入ったんですね。ぜひ皆さん、私たちはこの世のものではない。私たちは神の国のものです。私たちは神の民であり、聖なる祭司であり、神の国民です。神の国の国民です。ですから、私たちは、神の子にされたんです。神の子にされたので、神の子として歩むことができます。以前はそのような、身分はありませんでした。私たちは以前は悪魔の子でした。罪人であり、悪魔の罪の奴隷であり、本当に、ある意味ではダメ人間でしたけれども、私たちはイエス・キリストに会って、イエス・キリストに会って神の子にされたのです。ですから、神の子として歩むことができます。皆さん喜んでください。私たちは神の子です。イエス・キリストを信じる者は神の子です。神の子として歩もうではないでしょうか。それは自分を誇るプライドではありません。イエス・キリストを誇るプライドです。本当のプライドです。本当のプライドというのは、この世のものを誇るプライドではありません。自分の持ち物を誇るプライドではありません。自分の能力を誇るプライドではありません。自分を誇るプライドではありません。イエス・キリストを誇るプライド、イエス・キリストを誇るプライド、十字架を誇るプライド、これが本当のプライドです。これが人間の持つべきプライドなんですね。そのプライドこそ私たちを、正しいものとします。ぜひ皆さん、神の子になったこと、これは十字架のおかげなんですが、ぜひ皆さん神の子としてのプライドを持とうではないでしょうか。私たちは十字架によって神の子になったんです。十字架によって神の子として生かされているんです。ぜひ皆さん、この素晴らしい特権を喜ぼうではないでしょうか。もうすでに、いろんな状況があって、いろんな苦しみがあって、いろんな問題があったとしても、私たちの救いは確かなもの。私たちの身分は神の子としての身分です。皆さん、いつも喜ぼうではないでしょうか。罪が許された喜び、永遠の命を持っている喜び、神の子としての喜び、将来、
神の国、天国に行くことができる喜び、この喜びによって私たちはいつも喜ぶことができます。問題があっても悩みがあっても苦しみがあっても関係ありません。私たちの持っているものは素晴らしいものなんです。兄弟姉妹の皆さん、兄弟姉妹の皆さん、喜びましょう。そして、何も心配しないで、恐れないで。明日の心配は無用だと書いてあります。明日の心配は無用だ。ですから、苦しまないでください。悩まないでください、ね、苦しまないでください。悩まないでください。ちょっとアンケート取りましょうね。今苦しんでる方、まあ、小さい苦しみじゃなくてね、かなり苦しんでるという意味で苦しんでる方が1番、そんな苦しくないという人が2番ですね。かなり苦しんでる方が1番ね、苦しんでない方が2番。1、2の3、おー、 65%、 65% 苦しんでる。わお、わお、すごい苦しんでますね。ちょっと笑っちゃいけないですね。ね、まだ苦しんでかわいそうですからね。じゃあ、悲しんでる人、まあ、似たようなもんなんですけども、悲しんでる人、ね、悲しんでる人に対して笑っちゃいけませんが、悲しんでる人が1、悲しんでない人が2です。悲しんでる人、1、2の3、いきますよ。1、2の3、ああ、同じ。同じ、悲しんでる人も苦しんでる人も同じ 65%、 65%、 3人に2人という感じでしょうかね。3人に2人の人は苦しんでいる、悲しんでいるということですね。つまり苦しんでる人、悲しんでる人がいるということで、今日のタイトルは、苦しんでる方いませんか、人生救助方法放送、人生救助放送ですね。苦しんでる方を、助ける放送、悲しんでる方を助ける放送です。悲しんでる方、苦しんでる方、ぜひ、聞く耳を持って聞いてください。今晩から苦しまなくなっていきます。今晩から悲しまなくなっていきます。苦しみをさようなら、悲しみをさようならと、そのような今晩になってほしいと思います。ぜひ皆さん、どうすれば苦しまないのか、どうすれば悲しまないのか、では早速ですね、御言葉からいきたいと思います。これはマタイの11かな、マタイ11の28ですね。この御言葉はよく使われる御言葉ですが、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心を優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。アメン、アメン。すべて疲れた人、重荷を負ってる人、もう2000年前から人間は疲れる、人間は重荷を負うんです。多くの人は疲れます、多くの人は重荷を負っています。なぜですか、なぜ疲れるんですか、なぜ重荷を負うんですか。それは、罪によって疲れるんですね。人間は罪人で、神に対して罪があります。その罪によって疲れて、そして重荷を負います。そうしたはどうしなさいって書いてありますか。皆さん答えてください。疲れた人、重荷を負ってる人はどうしたらいいって書いてありますか。どうしたらいいと書いてありますか。弾幕を消したい方は、画面の下のひよこのマークを押してください。コメントと書いてあるところですね。このひよこマークを置くと、押すと弾幕が消えます。はい、どうすればいいって書いてありますか。
どうすればいいと書いてありますか。どうすればいいと書いてあるでしょうか。イエス様から学ぶ、アメン。 DF さんピンポンですね。イエス様から学ぶ、イエス様から学ぶ、イエス様のところに行く、イエス様のところに行く、イエス様から学ぶ、イエス様の首輝きを追う、ね、イエス様の荷を担ぐ、罪という重荷を、イエス様に、下ろしてもらって、罪という重荷を負ってもらって、私たちはイエス様の荷を担ぐんです。イエス様の荷というのは信仰のことですね。イエス様の荷はイエス様の教えです。イエス様の教えを、担ぐんです。そしてイエス様から学ぶんです。イエス様のところに来て、イエス様のところに来て、イエス様から学ぶんです。まさに皆さんがしていることです。皆さんがしていることです。皆さんがこの放送に来るということはイエス様のところに来ているんです。皆さんはこの放送の放送を見ているということはイエス様のところに来てイエス様から学んでいるんです。イエス様から学んでいるんです。そして信じている人は、イエスキリストを信じ始めた人はイエス様の荷を担いでいるのです。イエス様の首輝きを追っているのです。首輝きっていうのはこう首にかけるこう木でね、この牛とか馬がですね、この仕事をする道具ですね。はい、大さんアメン、小太郎さんアメン。私たちは以前はこの世に仕えていて、この世で仕事していましたけど、私たちは、罪という重荷をイエス様に取ってもらって、イエス様の荷を担いでいます。イエス様の首輝きを負っています。つまりイエス様の仕事をし、イエス様のために働くようになりました。これがイエス様の首輝きであり、イエス様の荷です。そしてイエス様のところに来て学んでいます。皆さんはイエス様のところに来て学んでいるんです。学んでいるんです。そして、学んでいるんです。そうすれば魂に安らぎがきます。魂の安らぎというのは罪が許された平安です。罪があると魂が休めません。なぜ苦しいんですか。なぜ悲しいのですか。なぜ虚しいのですか。それは魂が平安ではない、魂に安らぎがない、魂が苦しんでいる、罪のゆえに、罪のゆえに、人間が神様に対する罪のゆえに、魂に安らぎがないのです。魂に苦しみがあるんです。多くの人が苦しいのは、単なる肉体的なもの、精神的なものだけではない。多くの人が、疲れるのは単なる環境が悪いからではないんです。多くの人が苦しみ、悲しみ、虚しいのは罪によって魂に平安がないのです。魂に平安がないのです。神様と敵対していること、これが罪です。皆さん、言ってくださいね、学ぶために言ってください。罪とは神様と敵対していることだ。言ってください、大きな声で。罪とは神様と敵対していることだ。大きな声で言ってください。罪とは神様と敵対していることだ。アメン。神様と敵対していることが罪。わかりましたか。アメン。で、皆さんね、人間関係で喧嘩すると、なんかこう、心がこう、ね、荒れるでしょ。親子喧嘩とか、夫婦喧嘩とか、友達と喧嘩すると、心が荒れませんか。喧嘩突なんかすると、心が荒れませんか。でしょ。荒れますよね。喧嘩すると、心が荒れますよね。だとすれば、神様と敵対したら、神様と喧嘩したら、心が荒れるのです。
魂に平安がないのはそれが理由です。それが理由です。アメン。でイエス様のところに来ると、イエス様のところに来てイエス様を信じると、イエス様から学ぶと、神様と敵対、和解します。敵対していた神様と和解します、ね、そうすると平安が来ます。イエスキリストは神の子であり、神様なんですね。イエス様のところに来るということが神と和解することです。イエス様のところに来るということが神と和解することなんですね。ですから、苦しい原因分かりましたか？苦しい原因は、神と敵対して心に平安がないんだということですね。このことは、このことを皆さんが悟ることが大事です。そうか、苦しかった原因はそこにあったんだ、悲しかった原因はそこにあったんだ、人生が重いな、人生が疲れるな、人生は辛いなぁと、その思ってきた、その本当の原因はそこにあったんだよということですね。人生の辛さの原因がそこにあったんだよということですね。それで、皆さん、このイエス様を信じると、イエス様を信じるとですね、このあれですね、イエス様を信じると心に平安が来ます。心に平安が来ます。じゃあそのちょっと御言葉をちょっと読みましょうね。御言葉ね、これですね、これはヨハネの14章ですね。ヨハネ14章、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。アメン、アメン。皆さん、イエス様がくださる平安は神と和解する平安です。神の平安です。神の国の平安です。天国の平安です。皆さん、イエス様のところに来てイエス様から学ぶならば、イエス様を信じるならば、神の平安、天国の平安がもらえるのです。それは世が与えるのとは違うのです。私たちが神様の平安をもらえるのです。神の平安をもらうと心に平安が来るんです。何も恐れなくていい、心を騒がせなくていい、何も心配しなくていい、何も恐れなくていい。素晴らしいですね。皆さん、そのような平安をもらえるのです。皆さん、もう悩まなくていいんですよ。もう恐れなくていいんです。心配しなくていいんです。もう心配しなくていいんです。皆さん、何を心配するんですか？何を恐れるのですか？何を悩むのですか？イエス様がいたら何も心配しなくていいんです。神様が味方なんです。神様が皆さんをサポートしてくれます。皆さん、そういうわけで、多くの人が苦しいのは、イエス様のそばに来ないからです。多くの人が悩んでいるのはイエス様から学ばないからです。皆さん、分かりましたか、ね、人生が本当に、苦しいのは、これが原因なんだよ。神様と敵対してるからだよ。神様を知らないからだよ。神様のそばにいないからだよということです。アメン。アメン。この大事なこと、本当に大事なこと、皆さん理解してください。何がいけないのかということを理解してください。そうか。そうだったんだ。だから辛かったんだ。だからもう苦しかったんだ。だから悩んでいたんだ。そうか。問題が原因だと思ってたけど、本当の問題は神との関係だったんだ。本当の問題は神から遠く離れていたんだ。神と敵対していたんだ。しかしイエス・キリストによってその罪が許され、神と和解できることが唯一の答えなんだ。唯一の解決なんだ。唯一の方法なんだ。これで救われる。これで救われる。これで悩みがなくなる。これで人生が変わる。皆さんはね、わかりましたよね。
分かりましたよね、まだ分からないとは言わせません。もう毎晩やってるんですからね、皆さん毎晩やってるんですから、もう皆さんは、よく理解したでしょう。もうね、なるほど、そうだそうだったんだと理解したんではないでしょうか。ぜひ皆さん、理解してください。そんな難しくありません。そんな難しいことではありませんね。もう皆さん分かったはずです。何が問題か分かったはずです。どうすればいいか分かったはずですね。分かったはずです。もう皆さんは あれですね、人生救助されましたね。皆さんは人生救助されましたよ。ですから、もう一度はっきりと、この真理を理解しましょう。そして体験しましょう。もう皆さんは体験した人もたくさんいますから、体験された方はよくわかると思いますね。あ、平安が来た。あ、もう何か前と全然違う。なんか本当にこう解放されて自由になった、楽になったね。そういう体験した人はよくわかります。体験してない方はね、今晩から体験しましょう。今晩から体験するのですね。苦しみから、この離れましょう。悲しみから離れましょう。そして、その原因を理解しましょう。はい、そういうわけで、ここにいる方々は、体験できます。しかし残念ながら、まだ知らない人がたくさんいます。このことを知らないで悩んでいる人がたくさんいるんです。そうですよね。多くの人は、悩んでいる原因が分かりません。苦しんでいる原因が分かりません。ただただ人生がつらいと言ってですね、つらいから死んじゃおうと思っている人がたくさんいるんです。ですからそういう人たちに、このことを伝えなければなりません。で、私も伝え続けますが、ぜひ皆さんも伝えてほしいのです。皆さんがはっきりとその、真理を理解して、この皆さんがはっきりと理解して、皆さんがじゃあ実際にですね、人々にイエス様を紹介することができるようになります。紹介したくなります。そして人を救いたくなります。助けてあげたくなるんです。それが愛なんですよ皆さん。神の愛というのは、苦しんでいる人、悲しんでいる人を助けることではないでしょうか。悩んでいる人、人生で挫折をして、ね、助けてほしいと思っている人を助けること、これが神の愛じゃないですか。そして皆さん自身も救われたんですから、皆さんも人を救うことができるんです。ですからぜひぜひ、ね、皆さんも、この人生救助隊に入ってほしいんですね。人生救助隊に入ってください。皆さん自身が救われた方々はもう人生救助隊員ですね。人生救助隊員なので、今もう日本はあちこちもう救急車を呼んでる人がたくさんいます。もう日本中が救急車を呼んでいますので、ぜひ、皆さん、その皆さんが救助隊員として、皆さんは北海道から沖縄まで皆さんたくさん散っているわけですから、皆さんは日本中の、そういう救助を求めている人たちに対してですね、助けることができます。助けることができます。皆さんは人生救助隊員です。人生救助隊員ですから、一緒に助けましょう。一緒に助けましょうね。今晩は特にですね、救助方法を教えているようなものですね。救助の方法、その救助方法ですね、救助方法を教えていますので、皆さん訓練受けてください。訓練受けてください。そしてもう皆さんがまず悩みから解放され、悲しみから解放され、その神様が味方ならば、
イエス様が味方ならばもう心配いらないんだ。イエス様がおっしゃいました、ね、さっきのあれですね、最後のところちょっともう一回見ますけど、イエス様があなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんと書いてありますね。もう心配することないんです、もう恐れることないんです、もう心配いらないんです。明日の心配は無用です、明日の心配は無用です。心を強くしてください。問題のある方々、苦しんでいる方々、心配している方々、もう心配しなくていいんです、恐れなくていいんです。イエス様に委ねましょう。自分で悩んではいけません。イエス様に委ねるのです。イエス様が助けてくれるのです。イエス様がこの、ね、解決してくれるのです。それを信じるのです。まず、イエス様を信じるというのはイエス様に委ねることです。皆さんの問題を委ねるんです。委ねるというのは自分の力で人間の力で解決しようとするのではなくて、神の力で解決してもらうんです。イエス様の力で解決してもらうんです。自分の力で解決しようと思ってもそれは、難しいのです。私たちは自分の力をギブアップしてね、自分の力をギブアップしてイエス様の力で、頑張ることなんですね。イエス様の力で頑張ること、これが信仰です。これが信仰です。ぜひ皆さん、そのような言い方をしましょう。アメン。それではですね、時間が来ましたね。はい、自分の力で頑張らないで、そのイエス様の力で、委ねるのは、これは現実逃避じゃないんですね。現実逃避じゃありません。自分の力をギブアップしてイエス様に委ねることは本当の、現実を解決する方法ですね。逃避ではないんです。現実を直視し神の力で解決する現実対決ですね。自分の力で対決しても絶対うまくいきません。神の力で対決する、現実逃避ではありません。現実対決ですね。それでは本当にですね、イエス様によって、この、救われた苦しみがなくなった方の証をこれからしますので、まだ体験してない人は本当に、イエス様のところに来て学んだらば、心に平安が来たという、救われたという証をこれから聞きますので、皆さんぜひぜひたくさんの方が、救助された、イエス様によって救助されたという証を聞いてください。それでは兄弟姉妹の皆さん、大胆に証をしましょう。イエス様によって人生救助された、証、人生救助された証スタート、人生救助された証スタート、病気が治りました。あ、トツはじゃあ後でしてください。おかしいタイム終わってからトツください。対人恐怖症が治りました。関節への痛みが緩和した。イエス様を信じて人生がガラリと変わりました。うつが治りました。家族が仲良くなりました。風邪が治りました。毎日が楽しいです。歯の痛みが治りました。温泉で溺れてるところを助けられた。うつが治ったんです。人生が変わりました。心の平安を得ました。癌がほぼ治りました。この放送で救われました。 AV 捨てました。ゲイが治りました。毎日のキューちゃん放送が楽しみになりました。頭痛が治りました。2日
酔いが治りました。経済の祝福を受けました。体調が良くなりました。目が覚めました。イエス様を信じて人生が楽しくなりました。和樹さん、家族で見ています。生きることが辛くなりました。うつがほぼ治ってきました。リュウさん、アメン。うつがほぼ治ってきました。痴漢を撃退しました。小太郎さん、夜安眠できるようになりました。大ベースさん、命の尊さを知りました。イエス様に会いました。快便になりました。ダイエットに成功。心に落ち着きが出てきました。偉くなくても正しく生ける。お金があっても幸せでなければ意味がありません。動物に優しくなれました。いつも神様からの平安に満たされています。聖書が欠かせません。うつが治りかけています。優しくなれました。自然に笑顔になります。みんなに優しくなることができました。アメン。嬉しくなりました。ポチに余裕が出て貧困法制になりました。うつが治り始めました。ディスりを笑って許せるようになりました。ジェイさん、うつが解消してきました。たくさんの人を傷つけてきた俺は神に祝福されてもいいのだろうか。いいんですよ、いいんですよ。うつが治りました。アーメンの意味が分かりました。今までの学校は間違いだと分かった。人生楽しくなりました。AV 見るのをやめました。素晴らしい。アーメン。統合失調症が治りました。ゲイが治ったらうつも治りました。偶像崇拝を悔い改めました。笑顔が増えました。芸が治りました。毎日楽しく放送を見ています。芸が治ってよかった。早く天国に行きたいと思いました。素晴らしい。仏壇捨ててきました。人に優しくできます。この放送で韓国が大好きになりました。上司に褒められました。ゲーバー通いをやめました。キューちゃん放送を見るのが生きがいです。芸をやめて嬉しくなりました。宗教に関心持ちました。
人生救助の旅に出ました。タイムシフトも見ています。イエス様に救われて天国に行きたくなりました。毎日を感謝できるようになりました。神様の祝福を受けるのが至福なので、神様の祝福を求めましょう。今とても幸せです。高層ビルから落ちて助かりました。礼拝放送はタイムシフトで見ています。ありがとうございます。 ESS さん、学校が楽しくなりました。神の国と神の義をまず求めなさい、そうすれば皆与えられる。ハレルヤ。もう日曜日一人でも寂しくありません。心が晴れやかになりました。不倫やめました。ぼっちでもいいやと思えるようになった。生きる楽しさが見つかりました。日曜日一緒に賛美カラオケ歌っています。 ありがとうございます。一人で過ごすことが多いですが気になりません。キューちゃん、私は何をしたらいいのか。イエス様に聞き従ってください。イエス様から学んでください。霊的な高校へ進学が決定しました。アメン。働かなくてもイエス様がいればそれでいいと思った。イエス様のために働きましょう。人のことを気にかけれるようになった。アメン。スカッと爽やかです。この放送を見ていると仕事の疲れが吹き飛びます。物欲がなくなった。落ち込むこともありますが、それで私は元気です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。アメン。悪いことをしなくなった。偶像崇拝をやめました。癒されました。物欲に染まった街の中の人間と違う価値観を持てた。アメン。アメン。ありがとうございます。アメン。焦った時は3分間待ってみるようになった。アメン。アメン。心が浄化された。アメンの意味は確かです、同意します、はいという意味ですね。短期で亡くなった。はい、ありがとうございます。アメン。天国ポイントがたまりました。心が軽くなった。私は乾く者に命の水の泉から与えなしに飲ませる。はい、ありがとうございました。
お隣さんとの仲が良くなった。はい、ありがとうございます。私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。直い服装に興味がなくなった。譲る気持ちを持てます。アメン。はい、ありがとうございました。アメン。油を注がれてすべてを悟れました。アメン。皆さん、神様は生きています。イエス様はおられます。皆さんが信仰によって、その神の平安を受けてるじゃないですか。私たちが持ってる平安はこの世の平安ではありません。私たちが持っている平安は神と和解した平安です。神様に保証されている平安です。神様の愛の平安です。この世のものではありません。お金に平安になる、保険で平安になる、何か財産で平安になる、人の評価で平安になる、この世の地位で平安になる、自分の肉的な喜びの平安ではありません。私たちの平安は神から来る本当の平安です。この世の平安は偽物です。この世の平安は偽物です。私たち人間には本当の保証が必要なんですね。その保証は神からの保証、これが本当の保証です。この世の保証は偽物です。この世の確か、この世に頼るものはみんな偽物です。皆さん、ぜひ理解してください。ぜひ理解してください。私たちは本当の保証、神様の保証、神の平安を受けることができるのです。皆さんは神様によって作られたんです。皆さんはイエス・キリストを通して、神と和解ができるのです。その神様によって皆さんは今、平安を受けているのです。まだ平安を受けてない方は今晩受けてください。今晩受けてください。イエス・キリストのところに来てイエス様から学ぶことです。真理を知ることです。真理を知ることによって、自由になります。皆さんがそうか、自分が今まで人生あまりにも辛かったのは、人生が虚しかったのは、神から遠く離れてるからだ、神と敵対してるからだということが分かりました。それが分かっただけでも平安が来ます。理由が分かれば平安が来るんです。原因が分かれば平安が来るんです。皆さんの苦しみの原因分かりましたか？苦しみの原因分かりましたか？皆さんが人生の苦しみの原因が分かっただけでも、それだけでも平安が来ますよ。そしてその、神との敵対が、神との敵対を解消するのがイエス様だということですね。イエス・キリストを信じることによって神と和解するんです。神と和解するのです。そして誰でもそれができるのです。ぜひ皆さん、理解してそれを実行しましょう。理解して実行するのです。つまり、私の罪を許してください。神の平安をください。魂の安らぎをくださいと祈るだけでいいのです。イエス様に祈るだけで、イエス様に祈るだけで神の平安が来るのです。神様の平安が来るのです。それを体験できるのです。皆さんは体験できるのです。私を紹介してください。はい、私を紹介してください。タイムシフトありますよ。タイムシフトあります。ですから皆さん、今悩んでる人、苦しんでる人、辛い人はですね、今晩から、変わりましょう。それを委ねてください。そして、イエス様から平安をもらうのです。イエス様から平安をもらうことが 大事なんですね。それでは招きを先にしましょうね。
招きをしましょう。皆さん、人生、苦しい、方々、まだ神の平安を知らない方々、その人生救助放送、本当の救い主、本当の救い主はイエス様です。本当の救い主はイエス様です。イエス様のところに来て平安を受けてください。平安を受けてください。神と和解してください。イエス・キリストを通して神に、立ち返ってください。そのように、苦しみから救われたい人、平安が欲しい人、アメンと言ってください。今晩はチャンスです。今晩はチャンスです。人生の呪いから、人生の苦しみから解放されるチャンスです。アメンと言ってください。平安が欲しい人、悩みから解放されたい人、虚しさから解放されたい人、アメンと言ってください。アメン、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 アメン。素晴らしい。アメン、アメン、アメン、アメン。素晴らしいですね。アメン。もう平安が流れてきてますよ。平安が流れてきてますよ。今アメンと言った方々に天国の平安が流れてきています。神と和解が始まっています。神との和解が始まっています。皆さんは今油注ぎを受けているのです。油注ぎを受けているのです。で、祈りますからね、欲しい、植え替えてください。平安が欲しい、平安が欲しいと思ってください。祈ります。イエス様、感謝します。以前は苦しかった、以前は苦しかった、自分の罪が重かったんです。もう罪が重くて重くて、もう生きていけない、歩んでいけない、もう重すぎて歩けなかった。しかしイエス様と出会って、あなたが罪を許し、重荷を取ってくれました。今苦しんでいる方々、悩んでいる方々の重荷を取ってください。罪を許し、苦しんでいる方々、疲れてる方々の重荷を取ってください。重荷を取ってください。罪という重荷を取ってください。イエス様、憐れんでください。彼らを許してください。彼らの罪を許してください。十字架の贖いによって、十字架の贖いによって罪を許し、苦しみを取ってください。辛さを取ってください。彼らに平安がありますように。イエス様の平安、神の平安、天国の平安がありますように。今与えてください。今与えてください。あなたの平安を今与えてください。苦しみがなくなりますように。悲しみがなくなりますように。辛さがなくなりますように。イエス様、彼らに平安を与えてください。天国の平安を与えてください。許されました。罪が許されました。あなたと和解しました。あなたと和解しました。敵対がなくなりますように。敵対がなくなり、そこに和解があり、平安が来ますように。イエス様は彼らに平安を与えてください。天国の平安です。もう恐れなくていい。もう心配しなくていい。もう、心を騒がさなくていい。イエス様、平安を与えてください。平安を与えてください。許された平安、重荷がなくなった平安、敵対がなくなった平安を与えてください。イエス様、これからの人生、これからの人生、楽しい人生、喜びの人生、幸せな人生を与えてください。もう悩みません。もう心配しません。もう悲しみません。イエス様が一緒にいるから、
イエス様のが一緒にいるから、イエス様のそばにいるから、もう悩みません、もう苦しみません、もう心配しません。イエス様、どうぞ彼らに平安がありますように、恐れがなくなりますように、恐れがなくなりますように、悩みがなくなりますように、あなたに委ねます、あなたに委ねます、すべてあなた、問題をあなたに委ねますから、彼らを解放してください、解放してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 ハレルヤ、アーメン。皆さん、喜んでください。もう恐れなくていいんです、もう心配しなくていいんです。イエス様がいるんですよ、イエス様がいるんです。皆さんのそばにいるのです、皆さんの中にいるのです。ぜひぜひ皆さん、もうこれからはもう恐れなくていいんです、もう委ねましたね、イエス様に委ねたんです。もう自分で、重荷を、担がないでください。これからはイエス様の首輝き、イエス様の荷を担いでください。それは信仰という荷です。イエス様を信じてイエス様と共に歩む首輝きです。イエス様から学んでください、教えを学んでください、御言葉を学んでください。そうすればもっともっと強くなります、もっともっと快適になります。皆さん、イエス・キリストにある人生はなんと快適でしょうか。イエス・キリストにある人生はなんとこの楽しいでしょうか。生きがいのある人生、やりがいのある人生、希望のある人生となります。私たちの希望は天国に行く希望であり、またイエス様の祝福してくださる希望です。イエス様を信じた方々、これからイエス様の祝福が来ます。イエス様の祝福が来ます。素晴らしい祝福が来ます。期待してください。祝福が来ることを期待してください。そして、クリスチャンとして歩んでください。神の子として歩んでください。いつも祈ってください。いつも祈ってください。イエス様にあふれるばかり感謝してください。今日も伝道部屋出れたことを感謝します。今日もイエス様に会って御言葉を学べたことを感謝します。今日も、一緒に祈れたことを感謝します。いろんな感謝ができるでしょう。皆さん、私たちは、イエス様に祈ることが素晴らしい仕事ですよ。感謝することも本当にできます。もう感謝してもしてもしすぎることはありません。もう私たちは、いつも祈りましょう。いつも感謝しましょう、ね。いつも喜びましょう。いつもハレルヤと言って喜ぶんです。喜ぶことが仕事なんですよ、皆さん。心配してはいけません。悩んではいけません。ね、もう、落胆する必要はないのです。心配する必要はないと書いてあります。イエス様が、心配しなくていいと言ってるんですから。その命令に従って、心配しないで、委ねましょう。委ねましょう。本当に心配しなくて大丈夫なんです。本当に悩まなくていいんです。信仰で歩むんです。信仰で歩むのです。イエス様が助けてくれます。ぜひ皆さんが確かに、確かに、イエス様が助けてくれた、イエス様がそばにいてくれたということを体験するでしょう。ぜひ皆さん、その神様を体験してください。味わってください。そして聖霊を受けてください。油注ぎを受けてください。植え替えてください。もっともっと燃える必要があるんです。もっともっと信仰に燃えるのです。油注ぎを求めてください。一生懸命求めてください、ね。悩みとかまた来ても委ねるのですね。そうです。委ねて委ねて委ねて喜ぶんです。燃えるのです。信仰で燃えるのです。イエス様を喜ぶんです。アーメン。イエス様を喜びますか。イエス様を喜びましょう。信仰を喜びましょう。救われたことを喜びましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。シャローン。
シャローム、シャローム、おやすみなさい。シャローム、アメン、アメン、シャローム、アメン。